どうもー。はい、ですね、この前ですねドラえもんが出てきたんですけど、ちょっとドラえもんないですね。ヘタレです。ヘタレ、はい、ヘタレですね。ヘタレがお届けいたしました。今噛みましたね、ヘタレなんで。はい、今ですね6月3日ですね、6月3日11時4分。おはようございます。はい、いやもう3日経っちゃいましたね。3日ということは24×3 でまだ3日目だから、まあ、48時間ぐらいは6月終わっちゃいましたね。はい、6月3日。はい、で今回なんですけれども、ちょっとさっきですね、すげえ、まあ、ノーベル平和賞を受賞した人のスピーチを聞いてたんですね。ノーベル平和賞、まあ、ぶっ飛んでますよね。ノーベル平和賞ですよ、まあ、世界的なすごい賞だと思われるんですけども、その人のスピーチ、名前忘れちゃったな。まあとりあえずノーベル平和賞を受賞した女性の方のスピーチをちょっと聞いてたんですね。ほうと、なるほど。でここでですね究極の選択があって、これマジやべえなと思って、はい、やばいっす。まあこれねちょっとシェアしたいなと思って、まあ、動画撮ってるんですけど、まあ今回テーマ究極の2つの選択。まあそのノーベル平和賞を受賞した、あ、マララさんかな、マララさんっていう人ですね。はい、2004年に受賞されたのかな。でそのスピーチなんですけれども、まあその方はですね、まあいろいろなその紛争地域ですね、でそこでなんかいろいろ教育をしてたりとかいろんな主張をしてたんですけれども、まあその生まれた瞬間その戦争してるような国ですね。でそのこのねマララさんの言ってた言葉に究極のこの2つの選択があって、黙って1番、黙って黙って殺されるか、まあ沈黙して殺されるか、それとも自分の意見を主張して殺されるかと。まあ、この2つの選択ですね。でこう僕がこれがすげえなと思ったのが、どちらの選択をしても殺されるという、もう究極ですよね。やばないですか。でそのマララさんはこの私はこの2番を選びましたっていうことを言ってたんですけども、すげえなと。まあどっち選択しても殺されるんですよ。まあでもまあ逆に言い換えるならば、どっちにしろ殺されるから、まあ、主張を私はしたというところですよね。そう、でもこれってまあ僕聞いた時にこれはすごいなと思いましたね。まあほとんどの人はまあ多分ね、これの格言っていうのが要はほとんどの人が黙ってるんですよ。なんで黙ってるかっていうと、まあそのなんか意見を言うことによってあいつなんか反逆者だみたいな、殺される。でそれが怖いじゃないですか。怖いから黙ってるんですよね、ほとんどの人は。多分おそらく言うことによってあいつはなんかどのこうのって殺される。だからほとんどの人は黙ってる。でも結局殺されると、結局殺されると。だったら私は意見を主張するというようなこのまあ意図もあるんじゃないかなと。まあいろいろなその深い意味がまあ込められてるんじゃないかなと。まあ僕はですね、そこの紛争地域に生まれたこともないですしね、その難民キャンプとかそういうところも生まれた行ったこともないので経験ないですけど、ちょっとねこの言葉深いなっていうところで、でなんでこの言葉をシェアしたのかっていうと、で僕たちっていうのは、ま、あれなんですよ、選択の連続なんですね。選択の連続です。てかまあ今の自分っていうのは自分の選択によっていてるとですね、今の自分もし今の自分、今の生活だったり今の収入だったりとか今が最悪だと思ってるんだったら、それは、過去の、選択、まあいろいろな選択があってまあ来てるわけですよ。いろんな選択があって、例えばですよ、高校に行くのか中卒で働くのかっていう選択だったり、大学に行くのか就職するのかっていう選択だったりとか、
会社を辞めるのか転職するのか、まあ、会社続けるのか転職するのかっていう選択だったりとか、ご飯を、まあ、ちっちゃいことで言うならば今日は、吉野家に行くのか、今日は吉野家に行くのか、それともすき家に行くのかという選択だったり、自動販売機に例えば、ウーロン茶にしようかな、いや今日はコーラにしようかなとか、まあ、選択の連続なんですよ。でその選択した結果今なんですね。そうそう、まあ今ですね鹿児島合宿 やってるんですけど、まあそのいろんな選択をした結果、まあちょっとね諸事情によって大変な思いをされてるという状況になっておりましたね。うん、まあそれも自分が選択して決済ボタンをクリックしてしまったというね、ああ儲かるこれなの初心者の私でもみたいな感じでそのね選択してしまったわけですよ。でそして今に至ると。まあでもね今回鹿児島合宿に行くという選択をしたわけなんで、また違うその未来が待ってるんじゃないかなとは思いますけど、要は今の自分は過去の選択によって作られてるんですよ。もう一度言いますね、今の自分っていうのは過去の自分の選択によって作られてるっていうことを意識してください。まあ当たり前のことなんですけど、もう一度言いますね、これ後半この今の言ってることが大事になるんで、後半の話がここを理解しないとダメです。わかります？今の自分っていうのは過去の選択によって今があるっていうことを確実に認識することが大事です。もう一度言いますね、今の自分っていうのは過去の選択によって作られたものということは、それを認識した上で、じゃあこれから自分を変えていくためには何をしなければいけないのかっていうと、過去と同じ選択をしていたら変わらないということです。もう一度言いますね、過去と同じ選択をしてたら変わらないんですよ。ね、まあ、今回ね合宿に参加された方はですね、5年間の間変わらない選択をして、あこれ儲かるんじゃないかな、儲かるんじゃない、もう変わらない選択をし続けてる、まあちょっとねちょっと内容は変わってますよ。キャサリンだったりねキャサリンだったりとか、あとブックメーカーだったりとか、なんとかなんとか、あ儲かるとかインスタとか、まあちょっとは変わってますけども、まあ大体儲かるぞみたいな、初心者でも稼げるぞみたいな選択しかしてなかったわけですよ。でようやくちゃんとこれ自分でやらんとあかんなっていうね、5年と何、ぐらいのお金も時間を費やしてやっと気づいたわけですよ。あこのままじゃいけないと。そして鹿児島に来て今黙々とですねやってるわけですね。ね、だからそこに気づけるかどうかが非常に重要なんですよ。これからの自分を変えていくためには、もう一度言いますね、今の自分を変えていくためには過去の選択に気づくことです。今の自分を変えたい、未来を変えたい場合は過去の選択、どういう選択をしてきたのかに気づくことです。で、じゃあ過去の選択と同じ選択してたら変わらないじゃないですか。変わらないですよね。変わる過去の可能性は非常に少ないです。逆に言うと、ここの例えば今までそのじゃあ、転職をしてきた、会社を続けるという選択をしてきたと、やめようかな、毎回その会社でこう揺られながら、ああ今日もしんどいな、あ今日日曜日なんで、サザエさん病ですね、サザエさんお魚くわえたみたいな感じで、お魚くわえたじゃねえよ、明日から会社だよみたいなね、うわ会社行きたくねえよっていうのが、うわ会社行きたくねえよっていうのが、まあ、1週間に1回あるわけじゃないですか。で、サザエさん病ですね。でサザエさん見るたびに会社辞めたいな、あでも行かんとあかんなっていうこの選択ですよね。あ会社辞めて行きたくない、でも行かないと行きたくないっていう選択じゃないですか。じゃあそのね、それでずっと会社に行くっていう選択を、まあ大体の人はしますよね。大体の人はじゃあそこでよし、俺はよし、もう会社行きたくないと、サザエさんを見てビビりたくないと、俺毎日サザエさん見たるみたいな、毎日サザエさんやってないですけど、まあそれで違う選択をしたとするじゃないですか。まあ転職したとかね、起業したとかで、そしたら絶対違う未来が出てこないですか。まあ絶対違いますよね、未来は。まあまあ、こう満員電車にこう揺られて毎日その行くのか、それとも起業するのか転職するかによってその未来っていうのは変わりますよね。だから要はどういう選択をこれからしていくのかっていうのが非常に大事なんですね。ちょっとあれ消した。わかります、どういう選択をしていくのかっていうのは大事です。まあこれはね結構勉強されてる方は分かると思いますけれども、じゃあ一番最初の僕がノーベル平和賞を受賞したマララさんの話に戻しましょう。あなたの選択、今迷ってる選択っていうのは死にますかって話なんです。
わかります。あなたが今迷ってる選択っていうのは死ぬんですかっていう。よくね、失敗が怖いとか言うじゃないですか。僕ね、あの、なん死なね死な生きてれば丸儲けじゃないですけど、大体の選択っていうのは死には関わらないわけですよ。例えばネットビジネスやります、会社辞めますとか、なんかそれぐらいの選択あるわけじゃないですか。じゃあですよ、仮にネットビジネスで失敗して死にますかって話じゃないですか。じゃあなんかまあね、その普通 その例えば1000万とか2000万の軍資金が必要なリアル店舗をやれって言ってるわけじゃないですよ。借り入れめっちゃして何千万も借り入れして、その店舗を構えてっていうビジネスじゃないわけじゃないですか、ね、ネットビジネスって、まあ、今日ね、あのドメイン取ってワードプレスをインストールして、僕がインストールしてこう教えていくわけなんですけど、今日ね、でもじゃあドメインとサーバーを借りても年間で6000円ぐらいなわけですよ。6000円のリスクで死にますか。いや吉田さん、6000円ないんで死なないといけないんですみたいなね。7000万とか1億の借金があって、もうなんか取り立てやばくて、まあ、その闇金牛島くんみたいなのを借りてきてほらみたいになったら分かんないですけど、6000円ですよ。1年で6000円で死なないでしょ。6000円じゃなかなか死なないですよ。僕は死にましぇん、6000円じゃって。101回以上いけますよ年間6000円で死なないでしょ。っていうか、ネットビジネスっていうのはそれぐらいね、リスク、金銭的なリスクもないし、死ぬこともないんですよ。だったら僕はチャレンジするべきかなと僕は思うんですよ。じゃあネットビジネスを、僕ね、いろんなビジネスありますよ、いろんなビジネスあるんですけど、初期費用がほぼかからない、この個人がお金を稼いでいくんだったら絶対ネットしかないと僕は思ってます。僕はですよ。まあ、他に違うことを訂正してる、いや権利収入だ、不労所得だっていうネットワークビジネスをおすすめしてる人もいますし、いや投資だと、仮想通貨だと、爆上げやみたいな、奥取りやみたいな人もいろんな人がいますよ。ただし僕は初期費用が全くかからない、まあドメインとかワードプレスをこう使うんだったらいいですけど、今僕この YouTube 6000本以上アップしてますけど、ジェウェーン6000本以上アップしてて0円なわけですよ。わかります、わかります。これ初期費用かかんなくないですか。僕6000本以上アップしてるんですよ。0円ですよ。え、これ0円ですよ、0円じゃあネットワークビジネスやるって言っても、なんか会費、月額費とか入会金とかかかるわけじゃないですか。まあ投資に関してもお金を使って増やすわけですね。爆上げだって言っても、何、一口10万、いや一口100万からとかお金必要じゃないですか。ね。だからネットビジネスがね、一番僕最強。だって僕が今使ってるのは YouTube でしょ、Facebook でしょ、Instagram でしょ、無料です。基本、あと LINE アットも、去年まで無料で使ってました。ただちょっと配信頻度が増えたんで、有料プランに切り替えましたけど、去年2ヶ月か3ヶ月間ぐらいは無料プランでやってました。LINE アットも。LINE アットも無料でいけますからね。LINE アットは月、1000通まで無料なんですよ。だから、LINE アットが読者100人だったら1ヶ月でと10回送れますね。無料で。まあ無料じゃないですか。もうお金かかりますって話で。まあブログもね、無料ブログ使えば、今ね、無料ブログサービスもすごく進化してて使いやすくなってますし、ね。だからそういうの使えばもう初期費用かかんないじゃないですか。で、ここでね、マララさんのどれ選択しても死ぬっていうね、この究極の選択に比べたら、今の置かれてるこの選択っていうのは、どれだけ自分が甘いのかっていうのがわかると思います。マララさんの選択ってのはどっち選択しても死ぬんすよ。ネットビジネスやる、やらないとかね、別にやらなくてもいいんですけども、まあ、僕のお客さんは自分の人生変えたいとか収入を上げたいとかね言ってる方が多いので、いやだったらやればいいじゃんって話で、死なないでしょっていう極論。それを選んで死ぬんですかとね。借り入れ3000万とかしないですよね。1億とかしないですよね、ビジネスやるのに。でも普通のビジネスって銀行から借り入れしてたりとかね、まあそのどこで、お店を出すかによっても変わってきますけど、何百万何千万っていう資金が必要なわけじゃないですか。それを借金して始めるわけですよ。ほとんど現金一括で始める人ほとんどいないですよ。ほとんどの多分 70-80% 以上の会社だったりとか、まあ企業、そのお店をやるっていう場合は借り入れするとかね、結構そういうパターンが多いわけですよ。別にいらないですよね。ゼロで YouTube0 円だし、
だ今日からネットビジネスやると思ったら今日からいくらでもできるわけじゃないですか。しかも iPhone とかスマホ持ってますよね。大丈夫ですよね。 iPhone とかスマホ持ってますよね。持ってないんだったらちょっと変えてください。ガラケーはもうちょっとやばいですね。ガラケーはやばいんでスマホに変えてくださいね。でスマホ多分持ってると思うんで、僕もこれ動画撮ってるのスマホですよ、ほとんどで 99% スマホで撮ってますけども、スマホがあれば動画で撮れるわけじゃないですかね。わかります。だからあのデバイスも整ったし環境も整ってるわけですから、あの僕はやった方がいいんじゃない。別にやらなくてもいいんですよ、人生変えたくないんだったら。でも一つだけ覚えておいてほしいのが、今の自分が嫌だなと思うとか、今の収入が嫌だなと思うのは、それは自分の過去の選択によって導き出されてるっていう、もう現実がそこにあるってことです。これから変えたいんだったらその選択の基準を変えていかないと、今まで通りの、なるってことです。そのね、選択の基準が変わらないんだったら、もう一度言いますね、選択の基準が変わらないんだったらメールをチェックして、あ、これも儲かる、キャサリンみたいな、ツータップみたいなね、ツータップみたいな、これならツータップだと私もできるなみたいなね。その選択の基準が変わってないわけですよ。わかります。で今度なんかインスタグラムでなんかこれだった、このツールだったらこれいけんじゃないかなみたいな。その選択の基準変わってないですよね。ね、全くで選択の基準変えていかないといけないですね。わかります。はい、ということで、はい、これからですね、まあもう少しして僕の商品分けやりどうもー。はい、今ですね電話がかかってきまして、あの佐川急便からなんと配達した僕のホイールが到着しそうです。ホイールね、ホイールが到着しちゃう。またホイール動画撮りますから。はい、ということで、まあちょっとあのもうあと5分ぐらいで到着するみたいなんで、あの割愛、あの早めに行きますけども、クロージング早めに行きますけど、まずあの今回ですね、買うか買わないかという選択があるわけですよ。でね、今回の価格、まあ、あのまだ公表しませんけどね、誰でも買えます。で誰でも買えるのに買わないという選択をするのが買うという選択をする、これによって人生は変わるかもしれないと。かもですよ。でも買わなかったら今までの人生ですよ。でも買ったら違う世界が見れるんで変わる可能性は出てきます。その後は自分がその後どういう行動を取っていくのか、あとはその後どういう基準でこう、あのなんだ、その行動の選択の基準ですね、それをどういう選択で持っていくのかによって変わってきますけど、ただ、ね、今回の商品を買うと違う世界っていうのが見れるわけです。でも買わないと違う世界っていうのは見れないです。僕が有料でどんな話をしてるのか、そして今回のセミナー映像っていうのはめちゃめちゃ内容濃いですからね。なぜ濃いのかっていうとね、あのセミナー参加者の人が復習でもう一回勉強したいから売ってくださいって来たんですよ。だから販売するんですけど、一般の方にもこれね、なかなかあんまりないことですよ。セミナー参加した人が復習のために映像販売してないんですかと、もう一回見たいんで映像販売してないんですかって、だから今回販売するんですよ、訳ありで。でもともと販売する予定なかったですからね、それは映像を見れば分かります。なぜ僕が販売する予定がなかったのかは、それは映像を見れば分かります。本当にちょっとガヤ声が聞こえますから、うん、セミナー会場ちょっと微妙なんで、うん、だそれはまあ商品見ないと分かるんですよね。はい、だからまあぶっちゃけですよ、あの一番最初の話に戻しますと、僕の商品を買っても死なないです。死なないです。分かります。しかもね、高額のね、何十万とかじゃないですよ。分かります。30万だとか、無料モニターでね、無料モニターなのか登録みたい、最終的に30万です、大丈夫ですみたいな、これなら何億のお金を費やして作ったシステムです、あなたを救いますっていうわけではないんです。あなたを救う気1ミリもありませんからね。悪いですか、僕はあなたの人生、あなたの勝手に進んでくれみたいなね。僕の人生、僕は楽しく生きますよ、ね、僕とあなたの人生は全く違うんで、はい、救う気持ちは1ミリもないです。ただし僕の商品を買っていただいたお客さんに対してはちゃんとサポートはします。サポートするっていうのは僕の仕事なんで、サポートはします。わかります。それは仕事なんで、サポートするっていうのは僕の仕事ですから、サポートはします。ドリームアカデミアっていうのやってますけど、25年サポートしてるんですよ。わかります。ね、今毎日ライブもしてるし、いただいた質問に対して全部動画で回答してますし、サポートはします。だから商品買っていただいて、分かんないことがあればサポートします。はい、それが僕の仕事ですから。わかります。救いませんけど、サポートの、あ、仕事なんでやります。
だってそうじゃないですか。だってサラリーマンの人って嫌な仕事でも仕事してません？なんで嫌なこともやるんですか？仕事だからでしょ、はい、僕も仕事なんです。一緒ですよ。一緒です。僕も毎日きついっすよ。結構ね、愚痴言ってるんですけど、いや毎日ですよ。僕サラリーマンより大変かもしれないですよ、ね、正月も年末も全部一日も休みなく、もう3年ぐらいやってるんですよ。あと4年毎日やんないといけないんですよ。わかります？これわかります？わかんないな。それは毎日やってないからね。僕ね、本当に毎日やってますからね。あの熱出た時も冷えピタ張ってこうライブやってましたから。で3年間ぐらい毎日やってますから、休まんです。マジでね、証拠動画もありますから。吉谷それ嘘だろ。いや証拠動画全部あるから、あの1500本見ます。いいんですよ、1500本送りつけますから。リンク、吉谷それ嘘だろ、大丈夫です、1500本のリンクを送りつけますから、それ全部見てから言ってくださいね。あと僕3000回までやらないといけないんで、3000回ね、あと4年やると、ちょうど3000回なんですよ。で3000回終わったら週1に切り替えます。やらないわけではないですよ。毎日は本当しんどいんで、もう元旦もね、年末年越しもクリスマスも全部とにかく毎今日もですよ。今日も毎日なんですけど、はい、ということでちょっと話脱線しましたけれども、今回ですね、新商品、訳ありで出しますし、誰でも買える金額です。誰でもです。大人だったら絶対買います。大人だったら絶対、社会人で普通に働いてる人で買えないっていう人はいないと思います。主婦の方でも買えると思います、おそらく。それぐらいの価格帯なのでね、まあぶっちゃけ本より安いから、ビジネス書の本より安いんで、はい。じゃ あの公開までね、もう続々と LINE の方で買います、買いますっていう、続々と2名ですね、来ております。2名は買いますね、はい、続々と2名ね、はい。まあ多分ね、そのメールは来てないけど、吉田さんもうちょっと販売してくれよって、もうそろそろ心が高鳴ってるんじゃないですかね、はい。待っててください。大丈夫です。ヘタレです。はい。ではですね、今日はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。